はい、どうも、Bレジェンド、かぎたにでございます。今回ちょっとね、これをね、やってみたいと思うんですよ。何かというと、ドゥルーメン、かき氷ということでね、もうかき氷機なんていうんだこれ、かき氷の、なんだ、機械をね、ちょっと用意しましたよ。とろ雪、かき氷機、電動ふわふわとろ雪ってね、書いてあるよね。ということで、あのなんかね、多分ね、ふわふわの、なんていうの？なんだろう、韓国風かき氷だっけ？なんかよくわかんないけど、なんかこういうふわふわのかき氷できるみたいなんで、ちょっと開けてみましょう。これだけ暑いと、本当にね、もう倒れてる人続出で、もう本当にね、大変な状態になってますが。よいしょ。おいとろ雪。なんかこんなレシピが入ってるね。レシピということで開けてみましょう。こんな感じ。やじゃーん、とろ雪。なんだこれ。おお、なんかね、ああ、これがあれか、2種類入れてあれできるんだね。2種類入れて混ぜ混ぜできるんだね。これ1個、これ1種類、これ1種類で、これが2種類入れて混ぜ混ぜできる。これ何 cc ぐらい入るのかな、わかんないね。これ1個でこんなに大きなかき氷できるのかな。オープン、オープン、あれ、オープン。もうこうね、説明書読まないっていうね。ああ、こういうことか。こういう風になってて、ここギザギザついてて、これがくるくるって回るんだね。で、ここの中にカッターがついた丸っこい、こんな丸があって、この中にこれをこう入れて、あ、こうやってカパカパってって氷を入れるんだろうね、多分ね。ということで、まあここにないと話にならないので、まず氷を作りましょう。で、何で氷を作るかというと、当然 B レジェンドですよ。 B レジェンド、 B レジェンドかき氷でないと意味がないからね。じゃあ一旦、B レジェンドをここで入れて作ってきます。ドイッチ、ウイッチョー、はい、帰ってまいりましたよ。いろんなものを用意してきましたよ。ほら、ペコちゃんと、これが初恋のいちご風味と、でこれが今限定で売ってる蜂蜜レモンと、でこれが激うまチョコで、ここが、これが、ストリートファイター波動拳ね。で、これやってきました。まずこれが大きいのがミルキーで、これがいちごで、これが蜂蜜レモン、そして波動拳と、チョコです。まずは、まずミルキー1個だからね、これでいきましょう。この一番大きいのミルキーなんですけどね、これはね、200ml のお水に対してスプーン6杯分入れたらしいです。お、いけるいける、おい、ちょー、すごいすごいよ。えい、こんな感じ、なんか入りましたね、こんな感じね。よし、じゃあやってみましょうかね、やってみましょうかね。これ片付けをどうすればいいんだろうか。こうしようか、こうしようか。よし、で蓋を閉めて、あ、こんなに、そうか、押し下げないことにはかき氷できないからね。よし、行きますよ、行きますよ、ギュッ、スタート。お、どういうこと？回らない、まさかの回らない。いった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 、全然出てきません。これだと削れない。よし、削れたぞ、ついに。ついに削れたって言いながら、まだ削れないぞ。なんだよ、できねえよ。もうとりあえずこれで食ってみよう。なんかね、ほら見て、パスタみたいになっちゃったよ、パスタみたいに。もうなんだよ、こんなにたくさん作ってんのに。もうまずね、このままお釈迦になる可能性が高い気もしてきたから、もうこのまま食べちゃうよ。美味しいと思うけど。ミルキー、いただきます、いただきます。あ、美味しい。そこだけリアクションが普通。うん、あ、美味しい。
うん。うん、おいしい。なんだよ。どうすりゃいいんだこれ。こんな苦労するもの？こんな苦労するもんじゃないよね。わからん。さくらんぼこうやってほらピコンね、こうやってだけどもうべちゃべちゃなったしもう全然削れないしもうダメってことで、ビーレジェンドアイスはもうね、何のこっちゃ分かんなくなりましたということで、美味しかったのは間違いございません。ただこのかき氷機はよく分かりません。多分僕の使い方が間違ってるんだと思います。はい、ということで、皆さんかき氷機はちゃんと説明書を読んで使いましょう。ビーレジェンドアイスは美味しいですということで、ぜひ皆さん試してみてください。美味しかったです。続きも食べます。あ、グッドボタン、もうせめてもの救い、皆さんグッドボタンだけでも押してください。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら。はあ、疲れた。